高すぎて、なんか 合ってた気になってて、でリアルイベントみたいな、そう見て、なんか私物サインの時にこうやって話すの初めてみたいな、久しぶりに話したってなって、誰でもスモアルでもみたいな感じで、スモアルでも合ってるからなみたいな思ったけど、やっぱ違うよね。うん、あれはまだ遠い、遠いんだ、あれ。うん、楽しかった。ライブもしましたよ。ライブもして、ユニットは1回目がジタバタで、久しぶりに衣装着て、で2回目が過ちナーミンとエリナーミンで過ちを歌わせていただいて、それが結構好評でした。エリナーミンめっちゃ良かった。だってそう、エリナーミンめっちゃね好評でした。そう、なんか衣装も久しぶりに着た元カレですの衣装、黒。そう、おー、下小田栗可愛すぎでしたってね。楽しかった、下小田栗での写真会、なんかめっちゃ楽しくて、ずっと楽しくてキャッキャしてた。失礼、ありがとうの衣装似合ってた、ありがとう、イエイ。楽しかった。そう、俺だけの組み合わせやんけ。だってそう、楽しかったです。お客さんはいました、当選者の方いっぱい。千人イベなので今日は。そう、そう、今日しかもめっちゃ早起きでさ、めっちゃ眠くて今に至ってます。まあとりあえず、まあ電車の中でもずっとモブコントロールしてて。で、お家帰ってご飯食べて今に至る。2年半待った甲斐があった。お、ありがたい、2年半。去年の今頃は確かにネモハモルーマーか。確かに、そっか、2年半だ、やば。2年半か、やばいね。だって2年半あったらさ、マジで人の心って変われるからね。なんか人の心って変われるし、気持ちも全然変わるから。だって2年半前さ、カヌレ全然好きじゃなかったけど今好きだし。そう、来てくれる方本当にありがたいなって思いました。に楽しそうでめっちゃ嬉しかった。泣いてんの？泣いてない。 この2年半で AKB 好きになったね、そういう方もねいるからね、めっちゃ嬉しい。だからまたこういうイベントがあった時にはまたね来てほしいなって思います。
来たかったなだって。残念、来てほしかったよ。鼻が赤い、さっきずっと鼻噛んでました。幕張メッセでした。直接会いたいだって。イエイ。だいぶお風呂に入ってすぐ入ります。で寝ます。過ち聞きなかったで、あああれね、そう帽子かぶったあれ、ね、可愛かったよね。似合ってるってめっちゃ思ったんだけど、あってたやつあれね、めっちゃね嬉しかった。めっちゃ似合って、自己肯定感高めなのいいね。だっていや自己なんか似合わない衣装もある。元カレですの黒の衣装はあんまりなんか着ててあってなんか自分がよく見えるなって思った。うん、自己肯定感というか事実。うん、元カレですも可愛かったよ。ありがとうね。選抜衣装実物のエリちゃんめちゃくちゃ可愛かった。だっていやいや、そんな、お代理過去最高に好き。あ、ありがとう。今が一番。いやー楽しかったね今日は本当に。てかめっちゃ暑かった。ステージが超汗かいた。なんか久しぶりにこんな汗かいた。なんかウルトラマンの舞台してた時、カミーラの時全然汗かかなかったけど、今日めっちゃかいた汗。なんでだろう。
ちゃ暑かった今日。照明がね暑いのかな、幕張メッセって。25歳の生誕祭まだですよね。だってまだです、まだやってない。いやなんか僕の太陽公園でやりたいなと思ってて、それ言ってたんだけど全然来なくて、自分が休みの日も僕の太陽公園やってたりするから、もう私 K でやろうかなって思い始めてきた。でも僕の太陽公園がいいんだよなとも思うし、そう、いやなんでだって好きな公演だから。 AKB 入る前にほんと好きで、レンタルした公演のアルバムなんで、僕の太陽公演、すいません買ってはないんですけど、まあちょっとねお金、中学生とかだったんで、そうレンタルして僕の太陽公演、そうでずっと聞いてた。うん、だから本当にずっと出たくて、ずっと何年もずっと僕の太陽公演に出たくて、チームメイトで僕の太陽をしたいってずっと思ってたけど、まあ、それは叶わなくて、でも僕隊にね出たいって言ったら出れるようになったからめっちゃ嬉しくて、もっといっぱい出たいんですけど、うん、中国語のコメントがあったからググってみたら、いつ中国に来ますかだった、だって、え、怖いに、もう12時になっちゃう、だって早っ。今のところ僕対出演2回かな、そうです、初日とまだ1回しか出てないで、今年17回僕隊入ってますって。え、出てないんだけど、2回しか。お、じゃあもうすぐ、じゃあおランキング読みます、時間っぽいので。じゃあいきます。13位ミホ、12位トッサンアットダッシュ、11位グアパートウンマニア、10位ホアン、9位ハードな岩とダッシュ、8位台湾夜嵐エリカ、髪型かわいい、7位筋肉愛好家、6位日野と、5位ユミユミ旦那、4位綿あめ、おねセーフ。3位中堅、2位パオパオマーガレット、そして1位は YSA73 アットおやすみ、うんうんうん、天井が見えた家の。またね、バイバイ、おやすみ。いい天井だったよ、だって普通の天井です。バイバイ、さよならライオン。